8月のシンデレラ9。はい、どうもこんにちは、ガノです。8月のシンデレラ9やっていきましょう。ということで今回はですね、こちらの、9アワードスカウトを引いていくわけなんですけども、まあ今日のね、今朝のね、ログイン画面で、でこれまあキリちゃんがまあ実装されたわけなんですけど、出てきてね、最初はねもう誰これみたいな感じになったんですよねうん、まあキリちゃんだったわけなんですけども、雰囲気が全然違うよねこれねまあハロウィンっていうのもありつつっていうのはあるんですけど、まあこういう表情であったりだとか小悪魔的な、セリフを言うんだみたいなうん、ハロウィンならではのなんか、感じですよね。うん、で僕はね、その最初ね、まあ予想としては、まあ真白ちゃんがね、まあ一緒に映ってた、わけじゃないですか。うん、で真白ちゃんが映ってたから、そのまあまあ、ストーリー上でも出てきたのかな、その真っ白ちゃんとなんかバッテリーを組んでる、なんか新キャラの子、うん、じゃないかなとかっていう予想をしてはいたんですが、まあキリちゃんでしたねと。まあもちろんキリちゃんは想定はしていたものの、うん、表情的にね、うん、まあなんですけど、まあキリちゃんだったよっていう、ところですね。うん、はい。でこのキリちゃんね、なんかエロいのよやっぱね、その、このチラリズムがね、いいよね。うん。はい。で、まあ、イラストはもうめちゃくちゃいいよっていう感じです。いつも通り。で、まあ、装填の方が、まあ、条件なしで、自身のホームラン率、三塁打率、二塁打率が大幅に上昇というような感じで、まあ、これが基本となると。で、装填技が、2つありますね。うん。もう最近のなんか装填って2つくっついてますよね。うん。で1個目が、守備時、味方全体の守備が、究極に上昇し、走力が、超絶に上昇し、エラー率が抜群に減少すると、いうような感じ。うん、まあ、これ守備時なのでムードメーターがいくつとかっていう、まあ、あの条件がないよっていう感じ。うん、まあ、あの守備時なので、まあ、これはあの試合に出てないと、まあ発揮しないんですが、まあ、試合に出てさえいれば、もうその時点で発動する効果ということで、まあ、条件は緩め。でもう一個の方が、打席時自チームのムードがマイナス1以上の時、自身のミートが極限に上昇し、三振率が大幅に減少を、連打率が大幅に上昇するというような感じで、まあ、二つ目の方は、まあ、打撃効果ですね。うん、まあ、特にね、その UR のキリちゃんなんかはね、まあ、持ってる方っていうか使ってる方に関しては、まあ、このね、まあ、キリちゃんの、まあ、装填つけるのがね、まあいいんじゃないかなっていう気もしますけどね。うん、はい。まあそうですね、まあ、UR の方はね、まあ、打撃力は皆無なので、まあちょっとでもね打撃力が上がるっていうところですかね。うん、まあまあキリちゃん持って使ってる人は、まあこれ、狙った方がいいんじゃないかなっていう気はしますけどね。うん、まあもちろん僕キリちゃん好きなので、まあ引きますけどうん、まあキリちゃんもね使うときは使うんで。はい。ではね、まあ装填関連の、システムはいつも通り。はい。ではね、優勝1個からいきましょう。まあ、ちょうどね、60連分、引けるんで、まあ、それで、まあ、出てくれればいいかなって感じですけど、まあ、単発は、出ないですね。うん。はい、まあ、60連という感じで、行きましょう。はい。で、ライバルキャラなんでね、まあ、中国産はないよっていう感じなので、まあ、安心して引けますね、今回も。はい。装填はね、一応花山ちゃんとかもね、まあ引いてはいたんですが、うん。まあ別に動画にする必要はねえかなっていうところで、はい。まあ動画にしませんでしたけど、まあキリちゃんはさすがにしよう。はい。では10連目は何もなし。では20連目いきましょう。さあ、いつも幸先は結構いいパターンが、あるんですけど、まあ今回は、うん、ダメそう。うん。はい、10連20連で、まあ、おとなしく家に帰るスタイル。キリちゃんのシルエットが来れば確定ではありますが、出ませんね。はい。では、30連目です。30連目でちなみに出ればね、まあ、クリビアもね、ゲットできていいんですけどね。うん。で、そろそろさ、ライバルキャラのさ、まあ、誕生日イベントってあるわけじゃないですか。クリビア欲しいよね。ライバルキャラの。うん。
本校はね1年に1回ね確実に、約束されてるんですけど、クリビアが、ライバルキャラはね一切ないんでね、うん。はい、では30連目終わって、では40連目いきましょう。まあ、泣いても笑ってもあと、30連ですね、これ入れて。さあ今のところ夜の演出がないですね。うん、ないですこれ出なさそう。ちなみに UR もね、キリちゃんはね、まあコイン交換だったんですよね。うん、まあちょっとキリちゃんとの相性はなんかあんまりよろしくないはい、何もないですね。はい、では、50連目いきましょう。うん、さあ、初回の演出、待って、さあ演出がずーっと渋いですねさあ、逆に SSR も、ある可能性もある、ノーエンスではありますが、うん、まあそもそも期待はね、まあできはしないっちゃしない。おー、まさかのはい、すり抜けていきの SSR。 あー、これ装填かな。うん、まあこの高梨ちゃんね、まあ持ってはいますけど、うん、2体目もいらないかな別にうん、惜しいはい、まあ、ノーエースだとね、まあ、こういう弾き方もありますよっていう感じで。はい、では、60連目ラストですね。行きましょう。天井ですね。うん。でね、弾き終わったらね、悩み解消の方も、見ていきたいところであります。さあ、じゃない方が来た。というところで、最後の最後で来ちゃう感じ？さあ、来ていいんだよ。高梨ちゃんで落としといてからの、キリちゃん来よう。また高梨ちゃんだったら面白いけどね、これで。それもそれでありだよ。うん。はい、で4。で、キリちゃんのシルエット、来い。うん、本庁さん。さあ、引っ張ります。で、委員長。さあ、7枚目。うん、竹富ちゃん。で、8枚目、鈴葉かちゃん。さあ、めちゃめちゃ引っ張る。さあ、次か次、次あたり。ゆかりん。さあ、ラストです。ラスト、キリちゃんのシルエットが来れば、確定。はい。あー！最後の最後で引いていくスタイル、ありがとうございます。これなんかセリフいいよねこれね。私の力で惑わせてあげます。はい、60連目ラストでございました。まあだもんでクリビアもね2つ手に入りますよっていうところで、うん、ありがとうございますシーンカードがねいいよね、ほんとね。うん、ほんとに一番最後だね、60連目ちょうどちょうどよ。ではね、悩み解消の方ね、見ていきましょう。内野手なので結構下の方ですね。うん、ライバルとなると入りました。ロックしておきの、さあ悩み解消はどんな感じかな。困惑の瞬間、子供たちに突然話しかけられ私は何もできませんでした。とっさに柏野さんが相手をしてくれましたが、打球ならすぐに反応できるのにこういうことは難しいですねうん、まあ確かにキリちゃんはね、なんかそういうことに関しては疎そう。あの嫁様とかもそんな感じありそうですけどキリちゃんもそこら辺は同じ感じですよね。うん、で、まあどんな感じになるんでしょうか、見ていきましょう。でちなみにストーリーの方はね、本編の方はまだ見ていません、当然。うん、はい、今日の練習試合ですが、攻撃面での課題がありそうです。たとえランナーを出せたとしても繋がらなければ、残塁が目立ったって感じなのかな。確かにそれでしたら今後は実戦形式の練習を増やしませんか。監督に相談しておきます。それではまた明日の練習で。あ、鬼塚先輩。あ、これで子供が来るかな。あ、違うか。まだ早い。ちょっと寄り道していきませんか。商店街の方に寄りたくて。商店街、いいですが。さあ、おー、ハロウィンスタイル。ハッピーハロウィン。ふふ、賑やかですね。実は練習試合、練習試合前の移動の際、遠目に見てて、ちょっと気になってたんです。息抜きにでもなればと思いまして。なるほど。あ、このお店のキャンディーすごく可愛い。お店の装飾も、きらびやかで素敵です。本当ですね。なんかちょっとなんか嫌そうじゃないけど、なんか淡々としてるよね。返答が。鬼塚先輩、もしかして、退屈でしたか？あ、いえ、そうじゃなくて、あまりハロウィンに馴染みがなくて驚いて。楽しんでますよ。誘ってくれてありがとうございます。あ、なんかそういうのが出づらい感じそうには見えるよね、キリちゃんってね。うん。ふふ、よかったです。トリックはトリート。男の子。さあ、来ましたかね？あら、とっても可愛い仮装ね。ふふ、はい、お菓子どうぞ。通りすがりの女性。先輩見てください。小さい子が仮装してるのってすごく可愛くていいですね。お姉ちゃん、トリックはトリート。さあ、ハロウィンを満喫している子供。
私ですか、返しに困るやつキジちゃん的にね、うん、はい、お菓子あげますからいたずらなしにしてくださいね。わあ、飴だ、ありがとうお姉ちゃん。あー、菓子のちゃん、なんかこういうのうまいよね、なんかね、うん、はい、てんてんてん、うまくね、付き合ってあげられなくて、なんかちょっと、雰囲気がキリちゃんの中で良くない感じになってますけど、助かりました。こういうのはとっさに反応できないものですね。打球だったらすぐに反応できるのですがまあ野球とこれとはね野球に例えちゃん、キリちゃんかわいいな確かに、たくさん練習してますからね、やっぱり慣れは大事で。はい、何かひらめいた。それじゃあ先輩、トリックはトリートです。なんか渡されたなんて冗談です。お菓子はまた明日。ではトリックで。え？そうか、トリックはトリートで、まあそのまんま取られたんだあいにくお菓子を持ち合わせていないので、どうぞお好きないたずらをしてくださいって、くださって大丈夫ですよあ、なんか真面目それお好きないたずらしてくださって大丈夫ですよとか僕に対して言っちゃって大丈夫いっぱいしちゃいますよいたずらはい、気持ち悪いところで終わりかな。はい、てんてんてん、ふふ、カシノさんもとっさの反応がまだまだようですね。あー、あえてなんか真面目のふりしてちょっといじったっていうかふざけた感じなんだ。精進します。あ、まさか真面目に言ってるかと思ったら本当にふざけた感じで、ノリのいい感じでなんかちょっと言ってた感じなんだね。うん、もうこういう感じのキリちゃんでね、まあ普段真面目だからなんかこういうキリちゃんでね、なんか見れて嬉しいですよね。うん、はい、まあとりあえずね60連で、まあちょうどですね、ほんと60連目もう一番最後にまあ手に入ったっていうところでね、まあありがたいところではありますが、どこ行っちゃった。内野手だよね、あれどこ行っちゃった。あー、いた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 、はいはい、まあ突然のっていうか、まあもうねハロウィンシーズンではありますからね、10月って。うん、まあ後半ぐらい、になって、でまた来週10月23日に新しいね、まあキャンペーン最終弾が、まあ開催されるわけなんですけども、そこでね多分ランクママ園に、UR が多分実装されると思うんですが、そのカシノちゃんじゃなくて、カシノちゃんじゃない、マシロちゃんがこの流れでいくと UR で出るんですかね。うん、そうすると2週目で、またなんかさ、文句いきそうですけど文句言いそうな人がいますけど、うん、本校ではまだ、2週目がまだなのに、ライバルキャラばっかりみたいな感じのね、ことを言いそうな人が現れそうですけど、うん、まあまあ僕は別にねそういうの全然気にしないんで、まあ普通にね、まあ、実装を、まあ楽しみには、しておりますけど、まあただ引かないと思いますけどね、真白ちゃんだったら。うん、まあまあそんな感じで、とりあえずはね、今回は、まあ9アワードスカウトキリちゃんをね、まあ引かさせていただいて、でクリベアもね、まあゲットできるということで、まあ非常にありがたいかなというふうに思います。はい、まあランクマは僕はまあ別にそんなにいつも通り適当なのでうん、なんか特攻めちゃめちゃなんかゲットしてますけど結構、うん、まあまあ別にランクマに気合い入れてとかではないのでうん、はい、まあランクマね頑張りたいっていう人はねもちろん頑張ってねくれれば、いいと思います。まあ頑張る方はね、前よりもいい順位になることをね、なったらいいんじゃないかなというふうに思っております。はい、ということで、今日こんな感じで締めたいと思います。バイバイ。